大ヒットドラマを連発している韓国ケーブル局が手掛けた珠玉の10編のオムニバスドラマ、公募で選ばれた脚本を実力派監督と俳優がタッグを組んで作品化。小説家との二重生活を送る冴えない会社員や、恋愛経験ゼロのアラサー妄想女子、透明人間になれる秘密を抱えた女子高生、自殺に失敗し皮肉にも遺品整理業者で働く男など、個性的なキャラクターが織りなす1話完結のオムニバスドラマステージ、11月5日スタート。